はい、こんにちは。日本改革党くつざわでーす。昨日犬の史跡の話したら、猫の史跡について問い合わせ多かったんで、私の知ってることを、カリカリの常食でですね、歯全体を覆うぐらい史跡はつくが、それが原因で歯槽膿漏になるのは稀っていうか、私は見たことないです。おとなしい子だと、監視でですね、奥歯についた歯石パチーンっつって、パチーンっつって、無麻酔で取れることあります。気持ちいいです。猫風邪などで免疫が落ちてですね、できる口内炎と歯槽膿漏はまた別な病気であります。猫の歯磨きは小さい時からやってないと爪で抵抗されて困難。犬は手使ったりしませんけど、猫の場合はこうやって振り羽織ろうとしますんで、なかなか難しい。カリカリでなくてですね、缶詰だの、レトルトのウェットタイプのフードを常食してる猫の歯は本当に綺麗です。田舎でまあよくわかんない高齢者などが飼ってて、猫まんま、ご飯に鰹節とか味噌汁とかかけて、食べてる猫も歯綺麗なんですけれども、別な理由で、短命です。はっきり言ってバランス良くない。猫は人よりもうんと油とタンパク質取んないと、いけない。猫まんま炭水化物ばっかりですもんね。猫の原種は中東出身なので喜んで食べるんだけれども、魚は本来の食べ物でありません。体に向いてません。魚ばっかり食ってるですね、漁港の猫、避妊手術頼まれたことあるんですけれども、3頭ばかりいっぺんにドーンと持ち込まれて、漁港で飼ってるんだって。で、魚たらふく食ってるんだって。やったらですね、お腹の中の脂肪がですね真っ黄色、普通の猫は真っ白なんですけど、真っ黄色だった。怖かった。ちょっと怖かったです。魚オンリーは良くないなーって、その時思いました。埼玉県の100歳以上人口が34年間全国最低な理由。つまり100歳以上になれる率が全国一低い理由。埼玉県人民による考察なんですけれども、埼玉県、にお住まいの方が意見をしてくれたんですけれども、人口当たりの病院数が全国一少ないからでは、そうなのか知らなかった。これは知りませんでした。埼玉県の病院の数、あれなのか、全国一少ないのか、警察官の数が全国一少ないっていうのは知ってましたけれども、けど埼玉県の人大病すると東京の大きい病院行くんだって。だから少なくても構わないっていうような意見も聞きました。この前も埼玉県警の公安と電車で鉢合わせして、今から靖国の警備に行くって言ってましたけども、警察官の数が少ないのもですね、いざとなったら警視庁と連携して、やっからかな。なんか警視庁と神奈川県警はうんと仲が悪いって聞いたことあるんですけれども、私の知る限りではそんなことなかったな。坂道が少ないので足腰弱るからではないか。いや、足腰弱るっつったら田舎、いわきぐらいの田舎だとどこに行くにも車使いますんで、200メーター先のスーパーにも車で行きますんで、もっと弱んじゃねえのかなーって、思いましたけれども、坂道が少ないってことは土地が平坦ってことですよね。農業向きですね、埼玉県ね。農業なんつうと千葉とかが有名で、あれなんですけどね、埼玉、特産物とかちょっとわからないですけど、有名な特産物とかね、通勤ラッシュで慢性的に消耗するからでは、圧倒的にですね、東京に通勤に行ってる人多いって、千葉は千葉で、その海、千葉神奈川は海があって、仕事あんだけど、埼玉は海がないからあれじゃないかって、東京に行く働きに出る、人が圧倒的に多い気がする、気がする。埼玉県民の話で、通勤ラッシュで毎日毎日何十年も40年も通勤ラッシュで消耗しちゃうから長生きできないんでは、なんていうですね、意見が
出ました。そうか、なるほどな。あとは埼玉県で意外だったのが浮気が日本一多いっていう。まあ東京行って浮かれるからですよね、これね。そうなのかな。まあ何が正解か分かりませんけれども、絶叫、失禁、脱粉、暴行、壮絶な強制送還の現場、ババーン。記事の要約であります。送還拒否者は過去10年で69,000人、9割は自分で自費で帰国するが、1割は強制送還となる。自分で帰らない、あくまで拒否するっつって、その費用過去8年間で約10億円かかっている。2021年度は4100人中1300人が帰国拒否して強制送還、自分で帰らない、帰れと言われても帰らないっていうやつの比率が年々増加傾向にある。送還前の仮釈放中に失踪したのが1400人いる。こいつら今どこにいるんでしょうね。民間機からの搭乗拒否を狙って暴れるケースがあり、これですね、民間機使って帰国させようとするとですね、乗る前に暴れて、ちょっととても乗せられない、他のお客さんもいるし、で、拒否される場合がある。それを狙ってわざと暴れるケースがある。その場合は飛行機をチャーターしたり、個別送還となる。個別送還って何でしょうね。これ職員付きっきりで手錠でもはめて、あれなんですかね、両方から2人で挟んで送ったりするんですかね。まあまさかね、1人のために飛行機飛ばしたりはしないでしょうから。トルコ人男、搭乗時に突然あーあーと叫んで暴れ、放尿して抵抗、機長が搭乗拒否。1週間後に再度試みたが、男は暴れるよーと大声で宣言して再び暴れ、警備官らが両手両足を押さえてようやく飛行機に乗せた。暴れるよーと予告してくれる優しさあなのか、それともふざけてんのか、舐め切ってんのか。モロッコ人男、搭乗前に警備員を殴り、別の警備員らが頭を押さえつけて、強制送還などなど、まあ暴れるやつが多い。入管庁幹部、一般機では暴れてもチャーター機は諦める場合が多い。それはね、暴れても逃げられない、搭乗拒否されて、その場をしのげないから、まあ諦めますよね。世論です。入国を厳しくするしかないな。こういうのはまさか再入国禁止だろうな。コンテナ積みして輸送機から空中投下したり、タンカーのコンテナでいいよな。金がかかっても不法滞在は許さないという姿勢を見せないとね。不法滞在者の味方、立憲共産社民令和が負担すべき。まずは不良外国人を入国させない方向で努力してほしい。まあ予防が大事ですよね。予防医学っていうのかな。当人の再入国はもちろん、その国からの入国も見直せ。これもありですね。あんまし暴れる外国人の国籍の国からは、ちょっと入国遠慮してもらおうか。国籍別の体育館に堂々と費用を請求しろと。搭乗拒否されたいって、絶叫脱粉。なんか人間やめてますね。動物的っていうか、なんていうかさ、入管さんは、そういう不意届き、不法滞在外国人、イコール犯罪者に容赦はいりませんからね。厳しい態度でお願いします。鎮静剤とか使ってもええですよ。鎮静剤。ケツにブスッと打って、フラフラフラってなってね。外国人から入国時にですね、一律ですね、強制送還費用を預かっとけばいいんでねえかなーと。入国するときは喜びさんで日本に組んだでしょうから、嫌とは言うまい。帰国時返還するっていうのが面倒だったらですね、送還費用保険です。帰国したいときにもしももんなしでも、これであなたも安心ですっつって広く薄く集めとかね。でもそうすると金節約したくて、もんなしです、帰りたくありませんっていうやついるかもしれないですけど、まあまあ入管施設に何日も入れられたり、それは避けるだろう。そんなずるいことは避けるだろう。送還拒否者は手っ取り早いですね、その国の大使館に押し込めてくればいいんだねえのかな、なんでこれやんないのかなって不思議なんですけど、大使館の敷地はですね、その国なんだし、第一ですね、大使館って一番の役割は自国民の保護でしょうよ。建前的にですね、受け入れ拒否できないですよね。押し付けてきて、いや引き取れないっていうのは
あの建前的にダメですよね。なんで大使館あんの、自国民保護のためじゃないのって言ってやればね、押し付けられたあの送還 拒否者をこっそりね、あの解放するような大使館は、大使呼びつけ抗議からの入国制限、関税で制裁すとか、バカで情弱で事なかれが基本のですね、自民党にこれができとは思いませんけれども、暴れるやつはですね、じゃあ大使館に渡すぞ、ささやくだけでおとなしくなる効果が期待できるんじゃないか、そこまで帰国を嫌がって、どうせね、あの地獄で何かやらかしてて後ろめたいんでしょうからね、大使館に渡すと言ったらピタリとあの、暴れるのやめんじゃなかろうか。まあ大使館に渡して大使館の責任であの帰国させるのが筋ですよね、筋ですよね、私そう思いますけどね。日本人の敵、ウイロー共謀通信の自治体市長意識調査、知事だの市長だの区長だの、町長だのに聞きました。自治体の消滅を心配している 84%、これあの人口減ってそのうち消えちゃうんじゃないか、心配してます 84%、 外国人材受け入れ推進の必要がある 86%、 まああのシンクロしてますね、大体あの一致してますね、人口減り続けてんな、外国人入れねえとダメかなっていう、そういう理屈なんでしょうかね、特に過疎りが激しい島根県と高知県は全部の市長が、全市長、つまり全員、市長全員、町長全員、村長全員が受け入れ推進と回答だそうであります。世論です。なんで外国人なら働いてもらえると思ってんだと。新山の日本人住民もいじめて追い出してんだろうが、田舎あるあるですね、これね。人が減ってるには理由があるだろう。限界集落が消滅するのは当たり前、鎮痛剤でごまかしても最終的に滅びますよ、自治体の代わりに自治区ができるからやめれ、そんな都合いい人材がわざわざ田舎に来るかよ、消滅しそうな田舎に来るわけねえだろバーカ、落ち着くとこに落ち着くだけ、まあ、 あの消えようが消えまいが、落ちなるようになるって話、外国人人材必要ないイコール 8%、 これ順調に人口が増えてるとこですかね、それともですね、今でも外国人比率が高すぎの23区とか、豊島区は 10%、新宿区は 15% ぐらいだっけな、忘れちゃいましたけれども、新山の日本人でさえいじめて追い出すだろう、減ってるには理由がある、そんな都合いい人材来るわけねえだろ、全くの正論ですね、追加するとすれば日本人が減ってるようなとこは魅力がないとこなんだから外国人も行かねえよっていう、86% の市長をバカすぎ、そんなんだから人口減って消滅危機なんじゃないんですか、そんなバカだから人口減り続けるんじゃないんですか、無茶言うなって話、それにいい人材来ねえよ、来れんのは、来るのはですね、自国で成功しなかった人間だから。能力あってですね、自国でですね、成功して大事にされてる人、外国行くわけねえじゃん。ひろゆきさんみたいに、いろいろ民事で訴訟を起こされてて、逃亡先にフランスにいるっていう人はいますけれども、自国でですね、まあ能力があって、周りの人から大事にされてる人間が、国外脱出するがって話、雇用がないとか、イメージ悪いとか、治安が悪いとか、新参者いじめがひどいとか、減るには原因があるんですよ。まあ、一番の原因は雇用がないでしょうけど、そこを直視しないでですね、外国人で補充って、心臓病に目薬させてるようなもんかな、イメージ的に。敗血症、体に細菌がいっぱい入って繁殖して大変なのに抗生剤使わないでですね、鎮痛剤使ってるような状態かな、バカすぎだな。タクシードライバーやトラックドライバーを外国人技能実習制度に追加を検討など、最近ますます頭がおかしい国交省なんですけれども、過疎地の交通を確保するため、現在75歳までの個人タクシー年齢制限を80歳まで延長しようかな、発表になっておりました。世論です。運転中、突然倒れられたら、どうすんの乗りたくねえ。走る狂気、タクシーミサイル。
高齢者に免許返納しろって進めてるのになぜ。本当だよね、矛盾するよね。乗車は自己責任でお願いします。若者、俺はこんな村嫌だ。75歳から後期高齢者としていることと整合性が取れない気がする。ドリフ、もしも運転手がじいちゃんだったら、まあ行き先何回言っても、すっとぼけて違う場所答えるとかいうコントができますけれども、で最後にいかりや長介がこれはダメだっていうですね、試験ですけど、高齢化する学会員の要望でもあったんですかね。オラのマジにタクシーねぐなっちゃうんですってね。公明国交省はね、過疎地の交通を確保するためとか言ってますけれども、心配しなくても過疎ってんだから利用者も減ってんでは、利用する人そんないないんじゃな、確保過疎ってんだからさ、母数が減ってんだからさ、80歳でも OK でも、まあそこまで働くのは個人の自由ですけどね、おぼつかない人がですね、勘違いする可能性あんですよ。80まで大丈夫だそうだ、政府のお墨付きが出た、勘違いしてですね、自分の体調や自分の認知能力考えずにやりそうで怖いんですよね。必ずいますよね、こういう人ね、勘違いして、80歳までやっていいことになったイコール80歳まで大丈夫と政府が言った、ああみたいな、こういう勘違いしますよね。むしろする人の方が多いんじゃねえのかな、って思いますけれども、というわけで10月1日外国人実習制度廃止デモを開催いたします。正式発表は19日にいたします。不法滞在者を増やさないためです。24万人潜伏してる不法滞在者、怖くてしょうがねえね。1400人ばっかりでないんですよ。24万人、入国してんのに出国してないってやつがいるっていう、そういう話ですから、皆様よろしくご参加ください。お願いします。デトックスジャパン。